どうも、KM です。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回は三菱重工浦和レッズレディースのマッチレビュー、WE リーグの第6節、アイナック神戸レオネッサ戦をやっていきます。開幕から全勝キープして優勝を争うであろうアイナック神戸をホーム駒場に迎えたんですけども、惜しくも1対2の敗戦となりました。内容的には前半からいい試合をしたっていう手応えとともに、これまでの試合のようにはチャンスがそこまでなかったことや、あと後半ですね、ゴール前のシーンが多くなった印象があるかなと思います。そういった面を中心に戦術ボードを使って分かりやすくお話しいたしますので、ぜひ最後までご覧ください。また、浦和レッズのサポーターでチャンネル登録がまだの方は登録も忘れずにお願いいたします。はい、今回の動画では3点お話しいたします。1つ目は浦和が狙った対3バック守備について見ていきます。2つ目は工夫が求められた浦和の攻撃について見ていきます。3つ目は早い展開と柴田の負傷交代について見ていきます。では早速やっていきましょう。1つ目は浦和が狙った対3バック守備について見ていきます。浦和がこれまで戦ってきた相手はいずれも4バックでしたけども、神戸は3バックですね。まあ、どちらかというと 5-3-2 のイメージの方が強いかもしれませんが、今シーズン戦ってきた相手とは違う形を持っているチームとの対戦になりました。でもちろん前年度の優勝チームなので、力関係的にも浦和と拮抗した状態というところですね。そういった中で試合後のコメントを読むと、やはり浦和はストロングである前からの守備ですね。ボールダッシュから速い攻撃を仕掛けていくことを狙っていたと思います。ただ神戸は3バックなので浦和が 4-4-2 で普通に構えてしまうといろんな場所でミスマッチが起きるっていうことが発生します。そこで浦和は今回3バック対策として前の形ですね、そこに合わせるような守備を取ってきました。具体的には2トップに対して正規がフォワードのラインに参加することですね。なのでセットした守備ではどちらかというと3バック気味の形になりました。ウィングバックに対しては、まあ、最初からねベタでついていくっていうわけではないんですけども、基本的にはサイドバックが前にずれていく、そういう形で、またアンカーの選手に対しては、まあ、主に塩越が前に出ていく、まあ、これは4バックの相手の時もそうなんですけど、まあ、こういった少し縦関係になるようなシーンも含めてアンカーの選手を見ていく形がありました。で、こういった可変をしていく中でキーとなるのがやはり猶本の存在で、まあ、初期の立ち位置的には右のサイドハーフですね。まあ、セットした時も右のサイドハーフではあるんですけども、もうウィングバックとインサイドハーフを見れるような立ち位置を中間ポジションで取りながら、前からの規制がかかっている時に、ボランチ周りが手薄にならないように入っていく、そういう役割を兼ねていたのかなと思います。まあ、特に神戸のゴールキックのシーンなんかを見ると顕著なんですけども、まあ、今の浦和の最大の強みと言っていい、まあ前からの守備ですね。で、そこでボールを奪って速い攻撃を仕掛けていく、まあ、それを実現するために前からこう人数をはめていくようなやり方ですね、まあ、そういう可変的なシステムを使って相手を追い込もうっていう狙いはよく見えたと思います。この守備は試合を通してハマったと見ていいのかなと思っています。まあ、特に入りの10分とかは強度もかなり高くって、試合の主導権はほぼ浦和にあったと言っていいかと思います。まあ、ただその中で17分に失点してしまいます。まあ、これは浦和のゴールキックを奪われたところからカウンター気味の攻撃を受けてしまって失点につながりました。まあ、福田のキックのところで、まあ、少し飛距離の部分では神戸の山下なんかと比べてしまうと距離が出ないのかなっていうのはありました。まあ、山下は A 代表の選手なのでそこと比べてしまうと差があるのは当然なんですけど、まあ、そういったところも含めてチームとして織り込み済みにしておく、そこからの失点を防ぐようにしておくっていうのは必要なことなのかなと思います。福田はまだ20歳の選手ですし、この段階でねトップレベルで経験を積めていること自体はプラスなので、長い目で見ていけば問題ないかなと思います。まあ、特にビルドアップの中でのつなぎだったり、まあ、いわゆるディストリビューションですね、ボールを持って味方の選手に配球するようなボール、まあ、こういったボールに関してはかなりレベルが高いので、浦和が攻撃している時に福田に戻した時にしっかりつなげることによって簡単にボールを捨てることにはなっていないっていうプラスの作用もあります。まあ、こういった長い飛距離のキックっていうのは、まあ、おそらく伸びしろですし、今後の成長に期待すると同時に、まあ、今回のような失点はチームで防いでいく、そういった改善にも期待したいのかなと思います。はい、二つ目は工夫が求められた浦和の攻撃について見ていきます。まあ、前半から浦和の前からの守備ですね。組織全体を相手に合わせるような形で可変することで前からはめ込んでいく。まあ、その守備がよく機能していたので、相手陣内でのプレイが増えましたし、プレイが一旦切れても浦和のボールからスタートするっていうことが必然的に多くなりました。で、その中で浦和の攻撃を見ていくには、まず神戸の守備を確認してみます。神戸の守備は 5-3-2 気味の配置から、2トップの片方がボールホルダーにアプローチしていく。それをきっかけと
として、まあ、後ろから、ね、人を前に出していくっていうような守備でした。でまず一般的にこの 5-3-2 の守備では2トップの横のスペースですね、このスペースが泣きどころになります。なのでここをどうチームとしてケアしていくか、それがまず一つ最初の課題にはなります。基本的にはこの2トップの横に対してはこのインサイドハーフの選手が前に出ていったり、まあ、ウィングバックの選手が前にずれていくっていうことが多くなります。ただこのアプローチの距離は中盤やディフェンスラインから出ていくので距離がね遠い場合も多くって、その結果まずはこの2トップの脇のあたり、ここがまず浦和として最初に時間を得やすい場所になります。やはり浦和はここを使っていくっていうことを狙っていたと思いますね。まあ、右サイドは、まあ、その時々でねいろんな役割のローテーションっていうのはあったんですけども、まあ、直本がサイドバック的な位置に降りてくる、つまり相手の2トップの横のスペースですね、ここに降りてくることが多くって、で遠藤はやはりウイング化して前の方に進んでいく、そういうシーンが多かったかなと思います。ここ最近のパターンでもありますし、前節の大宮戦でも手応えを感じるような形でもありました。で左サイドでも大宮戦と同様に水谷がちょっと内側気味に入る、そのことで2トップの脇を取ったり、まあ、正規がね高い位置を取りながら裏抜けを狙っていく、そういう体制がありました。で相手のディフェンスラインの裏を狙っていく、そういう動きも多くって前向きにゴールに迫っていく姿勢自体はありました。でまた中央に関しても、まあ、神戸がね2トップでプレスをかけてきたところに後ろの3枚も追従してくる、そういうシーンがあったんですけども、そこに対してしっかりと長めのボールで相手のアンカーの脇ですね、ここも相手が前に出てくるのであれば空きやすくなる場所に対してボールを入れていく、そういうシーンも出せていたと思います。ただこれまでの試合ほど相手のゴール前での決定機が多かったかっていうと、それほど決定機は作れなかったと思います。これは浦和のセットした攻撃からスタートした場面っていうことですね。でこれまでの違いとしては、もちろん相手のね選手の質がより高いっていうことはそうなんですけども、やはりディフェンスのラインが4枚ではなく5枚であるっていうことが大きいと思います。相手のフォワードのラインとミッドフィルダーのラインですね、ここを越えていった後にまだ5枚いるっていうところですよね。ここに5枚いると最後の崩しに行くときに、例えばエンドが大外を駆け上がっていったとしても、相手のウイングバックの選手はこのいわゆるレーンですね、ここの立ち位置を変えずに対応できるっていう利点もあります。さらにサイドで対応したとして最後のクロスが入っていくところでも、まだペナルティエリア内には最低4人は確保できるっていう面があります。やはりこうなると浦和としては人がしっかり残っているペナルティエリア内で決定的なチャンスを作りにくいっていう状況になります。これは5枚のディフェンスラインを相手にするときは、やはり最後の局面ですね、ここに入っていく前には1人か2人はこの定位置から引っ張り出したい、そうしないと決定機は作りづらいのかなと思います。ただ浦和のやり方的にも、例えばね後ろの方で根気強く回して相手を前に誘う、例えばフォワードと中盤だけではなくってウィングバックの選手も前に来てもらう、その後でもう1枚センターバックをどこか動かした上で裏を取っていくとか、そういう相手を十分に引きつけていくっていう攻撃よりは、浦和としては早めに相手陣内に入れていく、でそこでボールを失ったとしても切り替えの守備っていうのがかなり強みがあるので、そこでもう一度奪ってより早く攻撃していく、まあ、そういったところも計算に入った上での早い攻撃っていうのを狙っています。ただその場合、相手がちゃんとセットしている状況を最後に崩すためには、やや強引な突破だったり不利な状況をものともしない個人の力を期待する、まあ、そういった面が必要になってくるのかなと思います。でもう一つの考え方としては、相手がセットする前により早い攻撃を仕掛けていく、5枚揃っている前に浦和がゴールまで迫っていくっていうことも一つの手段になってきます。そして後半に入って時間が経過する中で、浦和はこういったより早い攻撃を狙っていくことになります。はい、3つ目は早い展開と柴田の負傷交代について見ていきます。1点ビハインドで後半に入った浦和ですけども、前半同様に神戸の守備をどう崩していくかという点ではやや苦戦していた印象です。でそんな中でアクシデントが発生してしまって、まあ、62分に柴田が負傷交代を余儀なくされます。ただ浦和はここで単純に柴田に変えてボランチの選手を入れるっていう交代ではなくって、より早い攻撃を仕掛けていくための選択肢を取ります。で具体的には柴田に代わって入った栗島を左サイドバックですね、左サイドバックに入っていた水谷を右サイドに回すとともに、直本を柴田の代わりにボランチに落とす、で前線のセットも少し変化を加えて、まあ、正規をトップ気味に配置することで、まあ、イメージとしては3トップ気味ですね、そういった形を取りました。この狙いとしては試合後の楠瀬監督のコメントにもあったように、まあ、柴田がいなくなってしまって中央の強度が
懸念されたので、そこに猶本を補強したっていう意味と、2つ目のトピックでお話ししたように、やはり相手がセットする前に攻め込んでいきたい、そういったことがある中で、相手の3バックに対して優位を取れるような選手たちをマッチアップさせるような形をあえて取る、そういうことだったのかなと推測しています。この形になってから、こぼれ球とかを猶本が拾った際にすぐに前につけていく、そういうシーンがどんどん増えてきたと思います。これはより相手がねセットする前ですよね。50-50のボールを拾った時、こぼれ球を浦和が拾った時にはすぐに前につけていく、相手の3バックに対する浦和の3枚を生かしていくためにどんどん前につけていくっていう攻撃が増えました。で、この交代直後に同点に追いつくんですけども、これは前からはめ込んだ守備でゴールを奪いました。で、これはやはり猶本が中央に移動したことですね。こちらがいい作用を起こしたのかなと思っていて、まあ、3トップ気味なので、前からはめるときには3バックに対しての3トップで、アンカーのところに対しては中央に移動した猶本がマークに出ていく、そういう役割の分担になりました。で、これが功を奏したと思います。こういった球際の戦い、ボール出しとかボールをキープするっていうことにおいて、猶本はこのリーグでスペシャルな存在です。その長所が発揮される形で、前からの守備をはめ込んでアンカーに入ったところを猶本が奪い切る、で、そこからゴールまでつながったというシーンでしたね。ここから逆転を狙うために、先ほどお話ししたより早く前の選手へつけていく、逆転ゴールを狙っていくっていう点展開が増えて、まあ、実際にチャンスも増えたのかなと思います。一方でこれには副作用がありました。早めに前につけていくっていうことは、相手がセットする前の攻撃ですね、例えば相手のウィングバックとかが戻りきる前に攻撃を仕掛けられるので、数的同数の展開が作れたり、そういうチャンスにはなるんですけども、ボールは人より早く動くことができるので、早く縦に移動したボールに対して後ろの味方の選手がついていくっていうことは難しくなってきます。まあ、いわゆる押し上げが間に合わないっていうことですね。で、こうなるとオープン気味の展開ですよね。ここでシュートまで行ききれないと、相手にボールを奪われて再び自分たちのところにボールが返ってくる、相手のカウンターを受ける機会が増えてくるっていうことになります。まあ、こういった展開も相まって、時間の経過とともに前半だったり同点ゴールのような、まあ、セットした状態での前からのはめ込んでいく守備ですね、そういう守備もちょっと難しくなってきたのかなと思います。で、こうなると同点シーンのように猶本を前に出してアンカーを潰しに行くとか、そういったところもできなくなってくるので、中盤の強度担保のために猶本を中央にセットはしたんですけども、相手のゴールの近くでプレーすることが難しくなってしまう、それは攻守ともにですね、まあ、そういった展開も増えたのかなと思います。もちろん前の3人に攻めてもらうために、こぼれたボールとかをダイレクトで素晴らしいパスを出していくのは、やはりそれも猶本が多かったんですけども、最後の崩しの局面ですよね、シュートに向かう一歩手前のところで猶本がいないっていうのもデメリットだったのかなと思います。まあ、スペシャルな選手をパスの出してっていう役割にとどまらせてしまったっていうのは、事情が事情なだけに仕方ないんですけども、もったいなさも感じたのかなと思います。まあ、ただこういった展開ですね、相手が戻りきる前に早めにつけていく、そのことで多少オープンになるけども、それはしょうがないという部分もあったと思うので、最後は相手がセットしていない状態での攻撃をお互いに決めきれるかっていう勝負になっていたと思います。で、その結果浦和は決めきれなかったし、神戸は決めきった、最後はその差が出てしまったのかなと思います。はい、今日は3つのトピックについて話してきました。優勝を狙う上でのホームでの大一番ですね、まあ、内容的にもやれていたっていう感触はあると思うので、非常に悔しい敗戦となりました。まあ、試合の入りの強度はかなり高くって、選手のねこの試合にかける思いっていうのは十分に伝わってきただけに、まあ、それに見合う結果が欲しかったのかなと感じています。次節は皇后杯を挟んで12月25日の日曜日、ホーム駒場で、こちらも現在2位と好調のマイナビ仙台レディース戦となります。引き続き大事な上位対決の試合なんですけど、まあ、敗戦の後の試合ほど重要ですし、まあ、年内最後の試合になるので、しっかりと勝ち切りたいですね。はい、いかがだったでしょうか。この試合や動画を見ての意見や感想、質問などはぜひコメントしてください。必ず返信いたします。こちらのチャンネルでは、浦和レッズの試合のプレビューやレビューを中心に、浦和レッズをもっとサポートするためのコンテンツを発信しています。この動画が役に立ったと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。